全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回は越谷レイクタウン、こちらのキャンパーのための歩き方についてお話したいと思います。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げてるので役に立つ情報はきっとあります。またチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、今回は越谷レイクタウンの中どのようなアウトドアショップがあるのかというのと、あとまた越谷レイクタウンの近くにですねあるお店も紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速 VTR スタート。さあ越谷レイクタウン、まずは火星エリアですね。一つ目はエルブレス。ここはとにかく広い。ここは結構アパレルだったりカバン類が、まあ、店の大半を占めるんですけども、店自体が広いので、まあ、奥の方にちゃんとキャンプ道具とか、まあ、山登りの道具のエリアがあります。でエルブレスさんは、まあ、これだけ広いので品揃えも良くて、人気どころのブランドの人気どころの商品は、まあ、大抵売ってるんじゃないかなという感じですね。で外のシングルバーナーだけで言っても結構な種類置いてますし、で外だけじゃなくインフレームとか岩谷とか他のガス器具も結構取り扱ってます。プリムスも扱ってますね。可愛いチャムスのコップもあって、ホットサンドメーカーもですねいっぱいあるんですけど、こうやって開いて置いてあるのいいですよね。結構大抵閉じて置いてある店が多いんですけど、開いて置いてあるのですごく分かりやすいです。でクッカーも置いてあります。ダッチオーブンだったりとかスケートみたいなものも置いてあったりします。カッティングボードもありますね。でみんな大好き焚き火台コーナー、ここも結構いろんな種類置いてあります。でこういうディスプレイ見るのも楽しいですよね。あとは LLB もあるので、こちらでアウトドアブランドのアパレル商品置いてたりします。続いて森エリアですね。ここにもアウトドアショップあります。まずはゴースローキャラバン、こちらに堀西 T シャツが置いてあります。で結構大きいモンベルがここにあります。で、もともとモンベルってトレッキング用品結構扱ってたりするんで、扱ってる商品は結構軽めのものが多いですね。ヘリノックスもあります。次、ワークマン女子。最近キャンプ道具が注目されてるワークマンですね。で、ノースフェイス商品を置いているアウトサイドザボックス。そしてここも広いですね。スポーツオーソリティ。で、ここはちょっとエルブレスさんとまた違って、ちょっと変わったものも置いてたりします。で、ベーシックなものも置きつつって感じですね。でこういうディスプレイも何個かあって楽しいですね。でイオン、こちらは日用品扱ってるんですけど、キャンプもまあ今や日用品に置かれる時代になってきてるので、キャンプ用品もここにあったりします。で次はアウトレットエリア、ここにロゴスがあります。ロゴスっていうのは女子の意見を取り入れる会社なので、結構可愛い商品多いですね。これは涼しくしてくれるウエストポーチで、レイクタウン周辺のアウトドアショップとして少し歩くんですけど、ワイルドワンがあります。で僕はもうワイルドワンのこと大人のテーマパークだと思ってるんですけど、やっぱり品揃えもいいし、広いし、楽しいですよね。ここはスノーピークエリア。で、シェラカップ売り場ですね。で、シェラカップは何々店限定のシェラカップとかがあったりするので、それもワイルドワンの楽しみの一つです。これは赤いパンダ TC ですね。で、これが2022年に発売されたばかりのフィレーターストーブレンジ ST340 ですね。で、コーヒーエリア。もう今やこのビアレッティのモカエクスプレスもキャンプ用品として売られるようになったんですね。さあ、いかがだったでしょうか。越谷レイクタウン。で、僕もそうなんですけれども、子供連れの方結構越谷レイクタウン多いので、やっぱり子供と一緒に越谷レイクタウン行くこともあると思うんですね。その時にですね、キャンプ用品のお店行きたいじゃないですか。キャンプ好きのパパやママはですね、キャンプ用品のお店行きたいじゃないですか。僕の場合はですね、娘をこのキャンプ用品のところ行く時はですね、このディスプレイがあるところって子供も結構好きなんですよ。テントの中で遊んだりするのが。なので、ちょっとテント入りに行こうよって言って、娘をキャンプ用品のお店に誘ったりなんかしてます。もしよかったらそれはちょっと真似してみてください。では今回の動画はここまで。チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画でお会いしましょう。ではまた。